スポーツ進学校に通う仲の良い3人組。ある日、クラブの生徒たちが次々と襲われる事件が発生した。仲間を守れなかった彼らは仇を討つために立ち上がった。ちくしょう、オイラのせいだ。停学になったせいで兄貴の腕は。私のとこだって後輩が何人も怪我をしてしまったし。こっちはオイラの兄貴だぞ。てめえの後輩なんかと一緒にすんなよ。やめろ、また喧嘩する気か。とにかく犯人を探すんだ。へっ、下道高校のやつに決まってるさ。やつらはいつもオイラたちの邪魔をするからな。いたぞ、下道高校のやつらが。この野郎、兄貴の敵だ。私は後輩の敵だよ。敵だと？何のことだ、そんな覚えは。いいじゃねえかよ、五輪高校のやっちゃん、受けて立つぜ。ダメだ、こうなったら止まらんな。プレイボールといきますか。ラウンドワン、ファイト。また喧嘩しちまったよ。かーっと油断しちまったぜ。何度も言うが、俺たちは貴様らに仇と呼ばれる覚えはない。この後に及んで見苦しいよ。ちょっと待てナス、連中は嘘はついてないよ。そんなら誰がやったって言うんだよ。この君、待ちなさい。そんなものを持っていたら危ないです。うるせえ！このバットはな、学校を襲ったやつをやっつける武器なんだよ。ははん、なるほどね。ユたちもあそこにやられたね。あんたたち何か知ってるね。隠してないで教えなさいよ。目には目というわけか。その考えでは教えるわけにはいかない。まったく仕方がないな。プレイボールといきますか。ラウンドワン、ファイト。また喧嘩しちまったよ。
ラウンド2ファイト。野球もこれぐらい上手くなりてえな。いきなり襲うなんてアンビーバボー。ユーたちの標識を疑っちゃうね。常識だろ。まあ誰にも過ちはある。君たちを襲ったのはジャスティス学園。何、ジャスティス学園だと？クソったれめぶちのめしてやる。ショーマ、待ちなさいよ。まだ場所も聞いてないのよ。ショーマ、いい加減にしなさいよ。さっきの子たちにも謝らないで。なんで謝んなくちゃいけねえんだ。こっちは兄貴がやられてるんだぞ。もう、なんて自分勝手なんだろう。それだからあんたはガキなのよ。うるせえよ。お前にオイラの気持ちがわかるもんか。やれやれ、またか。プレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。KO! Victory! また喧嘩しちまったよ。 Round 2! Fight! それ!また喧嘩しちまったよ。どうだ、二人とも頭が冷えたか。そうだよな、夏も後輩がやられて悔しいんだよな。私ももし肉親がやられてたらきっと同じように我を失ってるよね。やれやれ、やっと仲直りか。世話の焼けるやつらだな。どうしたのロベルト、ひどい怪我。後で行くから病院に行って。あなたたちは五輪高校の生徒ね。誰だよお前ら。私たちはジャスティス学園の者だ。君たちの仲間は預からせてもらった。え、ロベルトまで。あんたたちはどこまで腐ってんの。ん、いかん。プレイボールといきますか。ファイナルラウンド、ファイト。ヘッ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 
どうやら本当だったようですね。手加減はしておいた。悪いが失礼する。待ちやがれ、畜生。くそ、足が動かねえ。オイラたちには、やつらは倒せねえのかよ。そうだ、太陽学園に行こうよ。ヒナが力になってくれるかも。ヒナ、あんたのところにジャスティス学園の連中は来なかった？夏もジャスティスの手先なんでしょ。もう騙されないから。おい待てよ、そりゃどういうことだよ。プレイボールといきますか。遊びじゃないよ。ラウンド1ファイト。また喧嘩しちまったよ。ラウンド2ファイト。野球もこれぐらい上手くなりてえな。ヒナ、落ち着いた？私たちが敵なわけないじゃない。ナツ、ごめん。私、京介をさらわれて気が動転してて。気にしないで、私たち親友でしょ。悪いが、俺はもう少しこいつを落ち着かせてから行くぜ。ロベルトだけじゃなかったのか。よし、マジでぶっ潰してやる。ここがジャスティス学園かよ。ナツ、どうした？元気ねえな。私たちってさ、いつもロベルトに迷惑かけてるよね。オイルなんかあいつがいなきゃとっくの昔に退学処分だよな。絶対に助けなきゃね。ナツ、敵が来たぞ。負けるんじゃねえぞ。プレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。やっ
また喧嘩しちまったよ。Round two, fight! 行くわよ。ガッツリ避け。ピッとして。もうやめたまえ。野球もこれぐらい上手くなりてえな。やっぱりお前たちかよ。ゴベルトをどこにやったんだよ。私たちは洗脳されていたのだ。本当の敵は中にいる。もう騙されねえぞ。チキショー、吐けよこの野郎。ダメ、気を失ったみたい。これは中に行くしかないね。ほう、さすがは全国大会常連校。素晴らしい運動神経をしている。今からでも遅くはない。どうだね、わしと全国制覇をする気はないかね。誰がお前なんかと。冗談じゃねえよ。それは残念だ。君の仲間は心よく協力してくれたのだがな。ロベルトがどうして。ナツ、ロベルトはそんなやつじゃない。あいつを信じて今は戦うんだ。ブレイボールといきますか。Round one, fight! Warrior! Yeah! Move! Get in here! Shoot! 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 Shoot!また喧嘩しちまったよ。Round two, fight! Here, here, stick! Here, here, hit, 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 hit,野球もこれぐらい上手くなりてえな。
ロベルト、大丈夫なの？どうして俺なんかを助けに来たんだ。ひねくれんのもいい加減にしろ。おいらたちはいつまでも一緒じゃねえかよ。スポーツに友情か。実に素晴らしいものを見せてもらったよ。その声は一体誰なの？私が新学長の氷河。君たちには残念だが、そのドラマは悲劇で終わらせてもらう。お前が俺たちの学校を襲った本当の犯人というわけか。へえ、五輪高校なめんじゃねえよ。私たちが三人揃ったらどんな奴にも負けはしない。友情の絆というやつか。面白い。私に通用するか試してみるがいい。ブレイボールといきますか。ラウンド1ファイト。ヘッ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 おりゃジャンプリードジャンプリード弱い。行ってみやれ。弱い弱い。弱いジャンプリード弱い。ほら、ビクトリー。また喧嘩しちまったよ。ラウンド2ファイト。行ってみやれ、行ってみやれ。ハハハハッ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 これぐらい上手くなりてえな。雷蔵は倒され、三人は揃って家路へと向かった。そしてようやく五輪高校にも平和が訪れた。だが翔馬には真の平和は訪れなかった。学園に襲われ、傷ついた兄の容体が悪化していたのだ。医者は首をかしげるだけだったが、翔馬には分かっていた。兄は本当の敵がいることを知らせてくれている。自分が兄を守るんだ。もう兄は憧れではない。自分の大切な兄弟だ。ごめんよ、オイラが停学にならなければ兄貴を守れたのに。兄貴の夢を壊したのはオイラだ。気にするな。医者も時間はかかるが、腕は元通りになると言ってくれたからな。本当なのかい兄貴。ああ、だけど卒業してすぐにプロになるのは間に合わないから、大学からプロを目指すことにするよ。そしたらお前の方がプロでは先輩になるな。冗談はやめてくれよ。こんなチビの万年補欠がプロなんかになれるわけねえよ。
お前この1年で身長が随分高くなっているのに気がついていないのか。お前は野球の力も身長もまだまだ伸びるさ。そうだな、そのお前の彼女よりも背が高くなるぞ。彼女って、そんなのと違うよ。アンディ頭打っておかしくなったんじゃねえか。おいおい、そんなに顔に出ているようじゃピッチャーに狙い球を知られてしまうぜ。ああ、まずあの短期から直さないとプロ野球どころじゃないな。